じゃあ、どうも皆さん、こんにちは。お待たせしました。平成とは何だったのかのシリーズの、えー、で、今日は、大阪大学のですね、厚見智秀教授に来ていただきました。大阪大学大学院人間科学研究科の教授の厚見先生です。えー、振り返ってみると、平成というのは非常に災害の多い時代だったなというふうに感じます。その一番最初の大災害が、 阪神大震災95年の震災です、えー。その時に厚見先生は神戸大学の助教授でいらっしゃいまして、でそれ以来ずっとボランティア活動に関して、えー、ずっと関わってこられております。で今日は、えー、そうですね、阪神淡路の後に中越地震もあり、にえー、東日本大震災、で熊本地震、西日本豪雨災害、本当に数えきれないほど 災害があってありましたけれども、そのために災害ボランティアがね、人は違う活躍してで新しい時代を作っていったという感じがしています。えー、じゃあ、えー、今日は一時間ほどあの先生にですね、えー、災害ボランティアのについてお話をいただき、その後質秒と三十分ぐらいやっていきたいと思います。申し遅れましたけれども、私は企画院の東京日新聞の瀬口と申します。では先生よろしくお願いします。はい、はいえー。今ご紹介いただきました大阪大学の厚見です。どうぞよろしくお願いします。 1>, えー、1時間ぐらいということで、えー、っと私の方では「平成のボランティア誌」という、まあ、災害ボランティア誌ですけれど、えー、ままととめてお話ししたいと思い思すで今日の流れとしましては、えーまあ、自己紹介を兼ねて今ももう少し言っていただきましたけど自己紹介を兼ねて少しお話しさせていただいた後災害サイクルというか発災してから復旧復興があって防災に結んでいくっていう。 その流れに沿って事例と現状をお話しお伝えしたいと思ってます。でこれはほとんどあの私の体験から出ているもので,でもちろんこういう分野の話ですからあの見方は複数あるんでしょうけれどそのうちの一つの見方をお話しさせていただくことになります。でデータといっても、まあ、見てきたことフィールドワークで見たことということになりますので、えーまあ、詳しい数字とか そういったことよりもその場の状況をなるべく写真とかでお伝えできればと思ってますそしてまあ、平成30年で終わっまあ今度終わっていくとしてもその次の時代をこのボランティアの動きどのように担っていけるのかということで2つの被災地のリレーというのとインクルーシブな防災から一歩先へという今後に向けてのお話もさせていただければと思っていますちょっと駆け足になりますけどどうぞよろしくお願いいたします えと自己紹介としましては私は文系の人間ですあのグループダイナミックスというのが専門ですがこれは社会心理学の一部で集団の心理学ということですだからまあ防災建物だとかそういったことについてはよくわからないままえ二十何年来ておりますでえ当時今ご紹介いただきましたように神戸大学の文学部にえ勤めておりましてえ家に家が西宮にありましたのでえっとそちらの方でまあ震度7の震度七の 地域だと後で知りましたがそこで被災をしました家族は幸い無事でしたけど神戸大学は38人もの人を亡くして学生を亡くしてしまいました大変ショッキングな出来事でしたでその後西宮の安井小学校というところでボランティア活動に携わるわけですけれどお風呂焚いたりとかですね、まあ、ただやってる本人はボランティアをやってるというふうには当時 思わなかったそういう言葉があんまりなかったんじゃないでしょうか災害とボランティア結びついてなかったんじゃないかなだからまあお手伝いに行ってくると言いながら、えー、被災地へ通ってたのを思い起こしますでそれがいつからかボランティアと呼ばれるようになってああ自分もボランティアなんやというのを、えー、まあ逆に自覚してきたような次第ですでその中でいろんな問題に気づき、えー、活動を始めていったということで今日はその中からお話しします であちこちの災害に行かせていただいてますし海外も、えー、参加させていただいてますけれどこれ半ば研究として行ってますし半ばあの日本災害救援ボランティアネットワークという私たちの NPO のメンバーとしても行ってますので、まあ、今日はその大学の人間であるのとそれから NPO の人間として両方混ぜてお話しさせていただきたいと思います。その 日本災害救援ボランティアネットワークと、まあ、名前はでっかいんですけど、えー、職員は有給の職員は2名という、まあ、西宮にある小さな NPO だと思っていただければ結構です、まあ、ただ災害救援とそれから防災のまちづくりとそれからあのこういう団体別にここに限りませんのでいくつかの団体とネットワークをしてきたということです 今日はそこでお世話になってきたあの記者さんも一人いらっしゃるのでちょっとしんどいなと思ってますが <laughs>、えー、まあそういうこの NPO と名乗ったのは法律ができてからですけれど、えー、まあおかげさまでずっと続けてやらせていただいておりまして、えー、その経験を通じて今大切に思っていることっていうのは、えー、まあ災害のボランティアですからさぞかし訓練やらしてるんちゃうかと。 体力もしっかりしてるんじゃないかなんて思われがちですけどそうではなくて一番大切にしていることは被災されたたた方々ののただただそばににいいいるこことっていうのを大切にしていますでこれはあの、まあ、ただっていうところが難しくて、えー、ボランティアですから何か手伝おうと思って現地へ行くんですけど黄金にして被災者をほったらかしてボランティアがやりたいようにやってしまうというのがこれがまずいなと。 まあそれはでも帰り見れば自分たちが昔そうだったんだろうということからあの反省を込めてですけれど、だからまずは現場へ行って被災者の側にいること、そうするとまあため息だけが聞こえてくる場合もあるでしょうし、まあそういうところからじっくり関わっていくんだということを大切にしてきています。まあそれ以外にも被災者中心当たり前ですけどボランティア中心にならないようにとか声なき声にもちろん人権の問題がありますし一方。 孤独死が50代の男性に多いというようなことを思うとまあ私みたいなこ偉そうに喋ってるような人が一番助けてって言いにくいわけですよね、まあ、そういう人たちの声も聞こう注目が集まらなくてもその通りでどの災害でも中心として報道される場所がありますけれどそれ以外のところにボランティアこそ目が向けないといけないんじゃないかと。 そしてて支援から交流へっていうのは、これあの最後の方で時間があればお話ししますけどごめんなさいここはこういう言葉を使ってますけど支援するるととととかかされいいう話をちょっっ超えたいなとこの頃思っています。まあいえば助けるとか助けられるっていうそんな能動と受動の関係じゃなくって何か一緒にいて助かったっていうやつですちょっと違いわかってもらえますか助ける助けられるじゃなくって助かるみたいな状況を 一緒に被災者の方と作っていく存在でありたいなというふうに思っています。ちょっとあのややこしい話をしてしまいました。で今日の24年のお話これね60分でなるとどう組み立てようかなと思ったんですけど、えで一回まずざっと大まかなとこをお話ししてでこの災害の局面ごとに、えー、お話をさせていただいた方が。 救援のところにご関心のある方と復興の方もいるし防災の方もいるだろうなと思ったのでちょっと全体の流れをまず申し上げます。あの阪神の95年は平成7年ですね、えー、災害ボランティアの元年と呼ばれました、まあ、これをスタート時点にするということですけれども,もちろんあの関東大震災の時とかいろいろ調べればあるでしょうけど今日の趣旨とは違うかもしれません。そして97年ぐららいから その空間的に拡大したっていうのはまあ,あの97年はロシアのタンカーの重油流出があったんですけど、まあ、神戸やから人が来たんかなというふうに思ってた面もなきにしも、まあ、一時的なものかなと思ったらいや重油の時も台風の時もまあどこ見ても災害ボランティアがいるっていう時代になってきたのをちょっと感じたのが2年後ぐらいそして約10年経った今度は新潟がやられた時これは救援ばっかりやってんと。 新潟はそもそも、えーまあ、やられた地域がですけど高齢過疎でその地震より前から問題があるもっと長く関わらないと救援だけではいかんのじゃないかっていうんでどうでしょうか2004年ぐららいか復復興復興そそしてそこにボランティアがが関わわるこことが言われ始めましたでこういう動きは良かったんですけど縦書きで書いてるのはどうもこういうことを秩序だってやろうというドライブというのは社会の風潮です。 あの社会の流れとして、せっかくの善意を無駄にしたらいかんとかですね。まあ、言葉はきれいんですけど、ボランティアをコーディネートしてまとめようという動きが強烈に出てくるようになります。その典型的なのはマニュアルです。で、我々もマニュアルの策定とかにも関わりましたけど、例えばボランティア、災害が起こると災害ボランティアセンターができて、で、そこでボランティアさんのやりたい人が受け付けてもらうって言うんですけど。 じゃあその災害ボランティアセンターをいかに効率的に運用するかなどなどいろんなことが言われるようになってまあいえばボランティアセンターはうまく動いてるけどでボランティアさんも受付もうまく動いてるけど被災者は泣いてるとかまあ極端な話そういうことになって被災者はどこ行ったんやろうというような状況になってきています。で2011年の東日本大震災の時にはボランティア自粛ムードが広がりました。 そして2016年の熊本の時にはこの秩序だったボランティアこそがボランティアで勝手に被災地に入ることがためらわれるような状況が作られてしまいますでこれをちょっと言葉ばっかりですみません秩序化っていうのに対して誘導化っていうのを言ってるんですけど秩序化と誘導化がアンバランスになってきてで我々のように勝手に被災地へ行って勝手に被災者支援やってる人たちのことを、えー、野良犬に例えて野良ボラ、 みたいいな言い方まで、えー、揶揄することをあの耳にしますそして、えー、こういう状況になってきたのでもう今年の災害なんかは我々はあのどうしてるかというとボランティアセンターにも行く、まあ、それもするけど、えー、個別に支援するあのチームも作って両方やるともう二極化してますからこの両方やるという、まあ、二極化というのは秩序だってやるスタイルのボランティアとそれからもう手当たり次第。 にえー、いろんな人に支援をしていくボランティアとが、まあ、二極化してるで長い点とじゃあもう両方やろうということで、えー、関わっているのが今です。でこれをちょっとこう災害サイクルというのをこういうのをよく書くんですけど、えーまあ、時計みたいなもんですあの救援災害が12時のところで起こりますと救援がその次は復旧復興そして防災でちょっと次の社会というのも展望してみたいのでちょっとこういう時間割にしてみました。 でそこにちょっとあの災害を並べてみました。えー、今回は、えー、救援ということに関しては阪神東日本熊本西日本ちょっとそれぞれから本当に短くですけどお話しさせていただきます。復旧復興はやはり、えー、中越新潟のお話をし、防災は、えー、大阪北部地震。 それから西日本豪雨災害この辺を取り上げて次の社会へっていうところはまあこれだけでは今あの通じないかもしれませんが被災地のリレーというのとそれからインクルーシブ防災といわれるものについてお話をしていきたいと思います長ったらしい話ですいませんがえ早速いってよろしいでしょうか次救援の話メニューはこうですね95年の阪神大震災、えー 阪神淡路大震災2011年16年18年ちょっと年は飛びますけど救援に焦点を当ててお話し,しますまず阪神・淡路大震災は <coughs>、えー、社会変革への期待というのがあったと思います。えー、というあの時ボランティア活動をやっているという立場からしますと、まあ、その前の時代を振り返れば、えー、ちょっと違う社会運動がたくさんあった時代でもありましたのでまあいわば。 えー、ありてに言えばイデオロギーもなくなんか単純に、えー、ふわふわと人助け合あえて走り回ってるっていうふうにおっしゃった方もいらっしゃいますまあ,あのその運動として、まあ、全然練り上げられているものでもないしそもそも運動だったのかっていうことはありますけれど、まあ、よく言われる「今時の若者が」っていうのが「今時の若者でも」とか「今時の若者って。 なかなかやるじゃないかみたいなことでちょっと世の中が閉塞感に満ちていたのでボランティアの力で変わるんじゃないかとまで持ち上げていただいた一方コーディネートが大事ということも一生懸命言われましたでそういう時期のことってあの写真を掘り返してもです、ね、あんまりないんですこれボランティア受け付けてるんだけどまあ見よう見まねなんていうかボランティアたくさん来てはるし受け付けなあ,あかんなというので、まあ、見よう見まなで受け付け即興的に受け付けてるわけです でえー、物資が届いたって言ったらこれ市役所の地下ですけど物資をあのみんなでバケツリレーみたいに回していってる、まあ、別にボランティアのやり方っていうマニュアルがあったわけでもないしもう臨機応変即興的にやっていたという中ですで当時言われたのがこういうことでしたボランティアが社会を変えると、まあ、そこまではっきり言った人はいないかもしれないけどただ「ボランティア革命」という本は出ていますね。 でまあ、革命という言葉にも問題はあるかもしれませんがボランティアが社会を変えるというふうに見ていただいた面もあろうと思います一方で、えー、ボランティアの善意を無駄にしないためにあるいは混乱を回避するためにコーディネートが大切だとも言われて、えー、いたことが確かですでここら辺から秩序だってやることっていう目が出てきたんだろうなと思いますででも、ね、現場では そんななあまり問題起こってないわけですみんな即興的に問題なく活動ししていましたでもちろん個々の問題を一個一個拾い上げればここに限ったことじゃなくてそれはいろいろあるでしょうけれど別にそんなに大きな問題があったわけではないという中で、まあ、私から今度は逆に言ったことは、まあ、災害救援というのもクラシック音楽からジャズになったんじゃないかということを言わせてもらいました。 つまりどこの誰が書いたか、まあ、直接の知り合いでないブラームスさんベートーベンさんが書いた楽譜を、えーまあ、その通りにではないにしてもそれをもとにオーケストラを指揮して演奏するというスタイルではなくってまあ枯葉なら枯レ葉という曲があってでその和音の進行だけがあって今日揃ってる楽器でとにかく演奏しようという、まあ、ジャズ即興のジャズということを 申し上げたりしていたことがありますで、現場ではそのように即興で行われてるんだけど一方でコーディネートせないかん秩序化せないかんという動きもあったことこれが阪神淡路大震災でしたでぐっと飛ぶんですけど東日本大震災になると災害ボランティアが二極化されてきたように思います ではどうまず我々はあ我々っていうのは私たちの NPO とか、えー、大阪大学はどこ行ったのかというとこういう地図でちょっと示しました、えー、まずこの時は東京に災害の NPO が集まるということで私たちも電話をいただきました、まあ、しかし我々は東京の集まりに参加しないという決断をしますなぜか、えー、東京に集まって そしてみんなで役割分担をして大きなネットワークを作って一見いいんですけどいつになったら被災地へ行くんやろうということですね早く行った方がいいでも世の中自粛ムードですから全然それでいいんかもしれませんけどまた行かない理由っていくつでも考えれたわけでまあしかしですね現場で困ってる人たちがいるんだから行くというのが災害ボランティアじゃないかっていうんでまあいろんなところで相談をしていや西からというか山形から秋田から。 青森の津軽から入れば入れるやんという話になって我々は、えー、八戸から入っていくことになります、まあ、これはちょっとつながりがありまして西宮が大変やった時に八戸の人たちに助けてもらってます子どもたちが。で当時子どもやった人が大人になっていて八戸にお返しをしてくれという声を聞きました。 であそれはね地引き網とかに招待されたんですって子供でねで、えー、その恩返しもあるっていうんで八戸行ってその方ともお会いしましたけどじゃあ八戸よりも、えー、南の岩手県久慈市大変じゃないかとまあ行ってみるここには高校が2つあってみんな頑張ってるもう一つ南の野田村が大変なことになってると行ってみたら案の定でまあ村の主要部が全部流されているしそしてボランティアもあまり姿がない。 という状況の時に行きましたそして野田村にずっと関わることになります一方原発からの避難者は、えー、福島から新潟へ逃げられるんじゃないか新潟は2004年の、えー、中越地震2007年の中越沖地震で後で申し上げますが復興に関わっていますのでこの時点でもずっとお付き合いがありましただからまあ新潟でも私たちにいただいた寄付金とかをお送りして新潟でも 福島の方を受け入れていただく段取りは作った後我々は野田村へ行きますでまあここからはあのご存知の通りの泥かきをやったりいろんな活動をやってそしてチームキタリアスっていうのを現地で作って、まあ、関西からのチームと弘前大学を中心としたチームと八戸高専を中心としたチームとで一、まあ、あつのネットワークを作って野田村のことをやっていったわけです。 でまあ、これは八戸の人たちは1時間ちょっとで来れますからほぼ毎日弘前の人は45時間かかりますから例えば週に12回バスそして関西は月に12回のバスを現地へボランティアバスを出していろんな活動をしましたで、えー、これ二極化の話なんで早くそこへ行きますねでこの、えーまあ、足湯とか お聞きになっているかもしれませんが被災された方々と直接接するような活動をやっていきます、まあ、犬も洗ってますけど、まあ、こ,れこの犬ねそんな話してて時間あるのかなこの犬白いですけどあの茶色い犬やったんですでおばあちゃんに飼い主のおばあちゃんに聞いたら、えー、この犬本当は白いねんと やけど人間もお風呂に入られへんのに犬洗ってるっていうのはねと言われたのでいやいや僕ら足湯でお湯使ってますから、えー、これで洗いましょうかって言って洗ってあげてるとこです。いところですこのポイントはですねバスで西宮から18時間かけていくんですけど西宮を出る時に活動内容を決めてるわけじゃありません現場へ行って臨機応変に被災された方々と出会ってそこでニーズを確認していくと。 いうことをやってきたということをお示ししたかったわけです。で現在では復興へ向けた活動ということで、あの写真が流されましたでしょ。その写真を何とか、えー、持ち主に返そうと言って洗ったりしながら、まあ8万枚の写真を開きました。そして今あと2万枚になってます。でまあ今はですねもう返せない写真誰のかわからん写真がいっぱいあるんですけど。 あの上の写真のように皆さん集まってこられる場を作りましてお茶飲みながらアルバムを見ていただくそうすると昔の思い出話に花が咲くんですねこういう場を提供するという活動になっていますまあ実際あの真ん中の写真のように写真を見つける方もいらっしゃってこのおじいちゃん全てなくしたんですけど自分の両親の写真を見つけてあとは号泣されてましたそれから村の支援ということでは伝統行事の支援とか。 まあこういま地域 FM もやっていますで大阪大学もここでサテライト教室を作ってここで大阪大学と野田村さんとは今協定を結んで今後ずっと一緒にやっていこうということになってます、まあ、そういうことをやってきたんですけどこの「救援」というモードでお話しするとここですあの頃よく聞いた聞いたっていうのはすいませんあのプレスの人からよく聞いたんですけど え取材をお受けするときに「先生」「まだ被災地に行くべきじゃないですよね」と「行くべきじゃない」と言ってほしいというモードで来られるんですけど「いやなんでそんなことばっかり聞くんかな」というふうに思ってました「行った方がいいに決まってるやん」と答えるんですけど「いや」という話ですあるいは「ボランティアは自己完結ですから避難所のお弁当など食べたらいけないですよね」と「や行けない」と言ってほしいモードありありなんですけど「僕らよく食べます」 それちょっとどういうい意図でなこれはですね多分ボランティアが被災地に行くべきではないというのはマニュアルにはそう書いてあります何でか現地がボランティアセンターを建てて受け付けると言ってから行くんだというふうになってるんですけどいやそのボランティアセンター作る人も被災してはるからそんなこと言えないのではよ行った方がいいわけです。 ボランティアは自己完結やって言ってもですね、避難所のお弁当を見ていて、まあ、例えばおばあちゃんと話してると「今日食べへんの?」って聞いたら「またハンバーグや」と言うんですね「昨日は何やった?」かつ」とか言ってるわけですそれしんどいわけですねそういう食事がそれやったら「あんたも食べ」って言われたら一緒に食べて「おばあちゃんこの釜僕やったら食べれんちゃうか?」とか言って分けて食べればいいじゃないですか僕らそうやって食べてきましただからなんかこうマニュアルチック、えー、そして あこれはまあでも事実なので申し上げるとあの私たちのボランティアが劣化のごとく叱られたことがありますボランティアのコーディネーターにこれはこういう事態ですうちのボランティアさんが仮設住宅を訪問してきました今日はねあのおばあちゃん親しくなったおばあちゃんにじっくりあの日の津波の時の話も聞けましたお茶も出してくれはって1時間も2時間も話聞いてきた本当によかったですと。 って報告したんですそしたたたんんでですすそららむちゃくちゃゃく怒られたんですねお茶もらうとは何たることかとお茶は被災者の貴重な資源であるといやーここまで言うかというふうにびっくりしたことがあります、まあ、このように何かちょっと被災された事態を見ずにか書かれたボランティア活動マニュアルがこの辺から出てきてますこれちょっと心配になってそしてあのこれ言ってもいいんですよね朝日新聞さんでしたけどと一緒に あの調査をしようということを誘っていただいてボランティアに行った学生に調査をさせてもらいましたであの紙面にも、えー、といろんなデータがありましたけどちょっとしつこくいろいろ分類してみるとなんかこう学生さんたちボランティアに行った学生さんたちが2つに分かれてることにあの気づきました一つのグループはやっぱり秩序を求めてるわけですねどういうグループかというとなんか長官図が欲しい、まあ、例えばここううういうこと言うんですあのこう あのスマホととか見てるとですね今釜石にボランティアが少ないみたいなとあそこ行くべきちゃうかとかよう知ってるわけですやっぱ大槌へ行くべきじゃないかとか知っててねでそういうのは東京とかでもネットワーク組んでて何とにかくネットで把握したいだから行きたいとこ決まってるわけですで、えー、行ったらそこでボランティアセンターに行って活動するっていうタイプの人。 もう一つは被災者に寄り添うということしか考えてないのでどこへ行くかとかあんまりどっちでもいいわけです。NPO がバス出したら乗ってからどこ行くみたいな感じでもいいわけです。とにかく行きたいと。でただそばにいてで、まあ、何でもありの活動をやっていく。まあ、今時の若い人たちですからバスが着けば、えー、携帯の充電できますかとかあのコンビニありますかとかそれはまあそういうのは時代の背景としてあるけれどなんかその。 アンケートから出てくる意見もこのボランティアが二つに分かれてるなというふうに思いましたで、神戸からやってる我々はこの誘導化のボランティア二つ目のグループしかあんまり馴染みがなかったんですよねだからその秩序を求めていくボランティアさんたちをうまくコーディネートできなかったかもしれません、えー、と数でいうと秩序化していく方が好きだと言った子が四割ぐらい 4割そうやったんですね <laughs>。という時代で私たちもちょっとこれは考えないかなと思った次第でした。で熊本へ行くと、つ加追加い追ついすみませんね、こんな感じで行きますが、熊本へ行ってみると、今度はもう秩序化のドライブが接見してる、やはり、起こった日から行ってんですね、現地にね。行って学生さんたちが避難所行ったり、災害ボランティアセンターであの働いたりとか、いろいろするようにあのセットしました。そして どういうい問題だとちょっとこの数字見ていただいた方がいいかな、こういうことが起こってたんですね、これ、4月ですゴールデンウィークに行くんですけど、ちょっと単純化する意味で、ボランティアセンターに入ったニーズが、えっと、まあ、41件、28日、連休前ですね、28日、真ん中辺ですけど、41件あったと、一つのニーズで5人のボランティア行けるとしたら、205人で行けますでしょ。 その日集まったボランティアは357人いたから200人で行けてんから150人ぐらい余りませんかでこの、えー、余ったボランティアさんに帰ってもらうということが起こってたわけです。で、えー、と受付時間黄色く塗ってますけどこのそもそも9時に開けるって言ってるやつを、えー、例えば4月27日8時14分で受付を打ち切ってる。 なんでかというとボランティアさんは帰らされたら困るから早くから並んでるわけですでボランティアセンターが空いたらドーッと対応していくんだけど自分の番まで回ってこなかったら帰らなあかんと思ってるから早くから並ぶ押し合いへし合いになるだからもう8時から開けてるわけですもう見事14分で受付終了ですで100人ほど帰ってもらってますここでいろんなことが観察できました えまず一つはですね、えー、ちょっとショッキングな事例としてはボランティアセンターをやってる人はボランティアさんに向かって「ここで今日のニーズは終わりですお帰りください」というわけですねそうするとボランティア怒ります「どないなってんねやと」とちょっと口悪いかなこういう場でもうちょっと、えー、ちゃんと言うべきですけどまあしかしどうしたんでしょうではないでしょうねどないなってんねやということですねで非常に怒っておられる俺も柄 <laughs> 悪すぎんなあの。 早くからね、来て、遠くから来て、並んでんのに、被災者の気持ちが分かってんのかと、困ってはるやないかと、被災者は、と、まあ、噛みついてるわけです。で、ショッキングだというのは、えー、そのボランティアセンターの,そのお断りをした女性は、最終的には、土下座して謝れとまで言われて、土下座して謝りました。うん、この女性はどういう女性やったか、我々ここにあの大学院生、勤めるようにしましたので <laughs>、えー、後でずっとフォローアップの調査をしました。聞いてみますすとご自身も被災者です お子さんを見ててててもららう人がなくて野菜のビニールハウスに置いて来られてる方ですすまさにこの人が被災者なんですでもその人に向かって被災者の気持ち分かってるのかあと怒鳴るボランティアもいかがなものかそれに謝らざるを得ないのもってまあなんかおかしなことが起こってるもう一つおかしなことはそう言われたボランティアさんの大半は怒鳴ることなく帰っていくわけです愛媛ナンバー見ました大阪ナンバーも見ました 熊本まで出かけてきた人たちがボラセに断られたからって言って帰っていく何かおかしいですよねで我々はそんなわけないやろってまあその怒ってるボランティアさん言う通りでニーズはいっぱいあるやろってあるんですよだから、えー、外へ出てこう聞くわけですね勝手にもうボラセも閉まりましたからこの時間で閉まってしまってるから我々は外へ出て訪ねていくわけですそうすると、えー、いろんなニーズがあって ここおばあちゃんがやってね給水車が来ることが分かったんやけど、えー、まあ給水車のとこまでは行けるでも行って水持って帰るのが重いとおっしゃるのでじゃあ運びますということでこの学生さんがケースを借りて水運びをやりだしたわけですねそしたらいっぱいおばあちゃんいるんでその近所の水も運ぶことになったということでこれでまあ小さなニーズですけどこういうことをやってもいいんじゃないかと思うんですけどこういうのは ボランンティアセンターーに上がってくるニーズにはないんですそれはそんなん言わないですよいちいち。というようなことでどうもそのマニュアル化してるでちょっとねこの学生ですまさにえ学生なんですけどお前一回あお前じゃないな君一回ねあのボランティアセンターで受付してもらって一回やってごらんとどういうことが起こるか でやってみたらプリプリ怒って帰ってきてどういうことかというとあの掃除に行くっていう作業やったんですあのブロック塀とかのそしたらその前に家具動かしてと言われたそうでそしたら家具動かせばいいじゃないですか別に一点年からそしたらあのボランティアのグループで行きますからリーダー格の人から怒られたそうです我々は掃除とということで来たんだとだからえ家具を動かすとは聞いてないんだからえ家具を動かすのはいけないんじゃないかということになって 手伝えなかったそうです、まあ、このようにボランティアも硬直化してるしセンターもセンターででもこれマニュアル通りやってはるんですセンターはニーズを拾ってニーズをボランティアとマッチングさせるっていうふうにやってるんだけどどうもうまくいってないこういう事態が起こってましたこればっかり言うと時間がないので次、えー、そういうのがもう分かってきたのでこれに文句言うにっても,もうしょうがないから西日本豪雨災害の時はもう両方やりましょうと。 で私たちのこのこ NPO の話です NPO もおかげさまでご寄付をいただきますからあのボランティアバスが出せますし社協さんなんかとも連携して西宮市さんとも連携してますのでバスにたくさんの市民に乗っていただいて現地へ送る現地の倉敷のボランティアセンターで受け付けていただいて活動してんですよ、まあ、それはそれでやるんですけど私みたいなのは自分の車に水を積んで現地へ行くとでそれを渡しながら被災された方と直接話をする。 このおばあちゃんどうやって逃げたんでしょうかまあ今日話は省きますけど、えー、最後の最後は泳いだそうです。というようなことを聞きながら「そら大変やったね」つっ,ってたけど片付けで倒れたら元も子もないでと言ってお茶を渡してだ大体その様子がその地域の様子は分かってくるのでで今度はもうちょっと体勢を整えて大型のバンとかを借りて10人ぐらいで行くわけですね。で掃除道具持っって行った普通は1軒目 断られますボランティアさん「行けますわもう私たち大丈夫ですわ」って言うんですけど今回1軒目で「ほら手伝って」って言われたんですねこの家でした、うんえー、ここはお父さんとそれから子供さん3人で住んでおられるお家でした子供さんはまだ学歴、えー、3人とも障害がありますというお家でしたそれはこれね誰がやるんやということですねでこれボランティアセンターなんて知らんわけですにそニーズとか上げてないし これはもう出会いいしかないわけでねで結局我々ここばっかりやってるこことここの知り合いしかやれてないだから勝手に回るのはいいけど数は少ないですまあそしょうがないけれどでも深いねこれから今仮説入られました昨日おとといも行ってきましたでそういうところからまた今後の再建に向けて深い付き合いになっていくでも一方でバスも走らせてますこれはこれでたくさんでにあのやる作業ですねこういうふうな両方やらないかとでねバス まあボラね、こういうのも問題でした、えー、倉敷がマビが非常に大きな、えー、注目を浴びましただから我々もそこへ行くということになっていったんですけど当然その周囲の街にはボランティアさんが少ないやろうと思って行ってみたら案の定です えこの矢月町というとこ行ってこのボランティアセンターで聞いたらいやもうぴったりですわとニーズとボランティアぴったりやから大丈夫ですって言うんでそんなことないやろうなと思ったけどちょっと行ってみたんですねそして行ってみてこの公民館に行ったらもうすごい歓迎ボランティアという人を初めて見たわって言うんですねで17件のうち14件が水で使ってるもうやってほしいっていうわけですねまあここにも関わるようになりました、まあ、このように情報だけでとか あの表面だけで動いているということからくる弊害も出てます。で、えっとね、こういうの出てきたらまとめです、えー。この色、えっと災害とボランティアの現状は秩序化のドライブと勝手に呼んでますけど、秩序化の風潮が席巻していて、まあボランセンが悪いことはないと。初めて行く人とか個人で行ってる人はそれは助かります。だからそういうのもそれやってもらったらいいし、でも、えー、個別支援もやった方がいい。まあこのバランスが必要だっていうのが現状です。 なんかこう記事になるようなインパクトはないかもしれないけど現状はこういうところですでちょっと急ぎますね復興今度は復興は中越地震ですこれは結局は地震前からの課題に向き合うことになります過疎高齢化ですそうなると我々は私たちのグループは塩谷という小千谷市の山の中にある集落です49件あった集落が地震のために29件村を離れざるを得ず 20件になっってしまった集落ですこここに毎月通ううとということをやりましたでそこで移転のためのね圧力がかかったりとかまあいろんな問題がある村に残った人と出ていかざるを得なかった人との葛藤もありました盆踊りもできなくなってきてる、まあ、そういうところで田植え稲刈り盆踊り、まあ、こういったことをやらせてもらいながらもう約15年お付き合い続いてるわけですね。今も月1回行きますが で4度目の冬ぐらいからです4年ぐらいはだからずっと手伝ってますで手伝って4度目の冬ぐらいにどうするって言ってこういうワークショップをやってで塩谷文庫っていうのを作ってでこれは村の人が夏の間は村の人が我々に稲刈りとか田植えとか稲刈りとか畑仕事を教えてくれるで冬は我々のネットワークでいろんな人を呼んできてあの復興に向けたお勉強するっていう文庫っていうのを作ったんですね文庫やから比喩がいいていて 卒業式もやります遠足もそれから軽音楽部というのがあって音楽もやったりとか、まあ、そういうことでちょっとにぎやかになってきて今交流人口が非常に多いということで新潟の方でも表彰を受けたりする集落になってきましたでこの前この分校の10周年記念というのをやって、まあ、学生たちが何十人とこの分校を卒業したことになっている。 大阪大学関西学院大学立命館大学長岡技術科学大学の学生さんたちがあの卒業生としてここをもう一回訪れてもう勤めたりしてますけどこの村を応援していくことを誓い合うというようなことをやってきました、まあ、こういう復興のボランティアというのはこれはまたまとめですね早いですけど長期にわたる地域滞在と試行錯誤を続けているのが現状です。 交流人口から今流行りの関係人口ということになってくるんでしょうかでしかしまあこういう限界集落と呼ばれるようなとこですからこれからどうやって村を閉じていくかと田、まあ、谷はまだ閉じないと思いますけどこれも尊厳ある宿題でないといかんと思ってます。どうししててても住めなくななななくくくっっ村がたた消滅したではなくてまああの ちょっと例えが悪いですけど尊厳死というのがありますけれど尊厳をもって村を閉じていくっていうこのやり方を考えていったりするここに直面していると思いますが、まあ、学会もできていろいろやってますけれどまあこれからの課題としては長期滞在を可能にする何か仕組みがないかなということと現地での臨機応変な対応をしていることをまあどうか盛り上げていただければと。 いう,ふうに思いますケースバイケースですので正しいやり方なんてないと思いますけれど若者たち結構田園地帯好きで、えー、関わってますのでそれはいいことやよと言っていただくことで元気になるんじゃないかなというふうに思っておりますで最後防災です防災はちょっとあのいいとこと難しいとこと両方申し上げます、えー、と我々も朝日の方いらっしゃるんでしょうか こういうことを続けさせていただいております「わが町再発見防災探検隊と」と子どもたちと一緒に町を探検してそしてそれを地図に落として、えー、防災マップを発表するっていうコンクールをもう15回この前来られたというあの神戸大名誉教授の室崎先生が審査委員長で。 えー、私たちもやらせていただいてます。こののの探検隊を考えたたは私たち NPO ですでそれを損保協会さんが目をつけてくださっておかげさまで全国に広げていただいて朝日新聞さんが、えー、報道していただくということなんですけどまあ,あの写真でいうと子どもたちがこう街を探検するというわけですね。でえー、地図を作ってで こん,まあ、こんな地図を応募するそうすると防災担当大臣賞とかいろいろもらえるっていうわけですでこれはあの今お示ししている地図は高槻の小学生4年生が8名で作った地図なんですけどこれは賞をもらいました、まあ、あの簡単になぜ賞をもらったかというと川が日本流れてる、まあ、川の方に近い避難所と川から離れてる避難所があるんですけど子どもの目で見てます 地震の時はどっちに逃げてもいいけど水害の時に川に近い避難所に逃げたら怖いやんと書いてあるわけですねなんかこうコンパスで書いた丸みたいなのがありますけどあれは防災無線が聞こえた範囲です丸の重なってないところに友達の家の写真がありますここの家の人どうするんというふうにまあ子どもの視点でいろいろ防災見てるわけですねそれで賞をもらいましたでこれ話半分ですこれねあの子ども4年生がこんな見事な着想を持つわけがないです なかなかこの裏で大人が手伝ってますその大人はどんな大人でしょうか若いお母さんたちですさあ賞をもらえるからねコンクールやから手伝ってるわけですこのお母さんたちは地域でどう言われてたかこの地域は知りませんが一般にどう言われてるかというと今時の若いお母ちゃんはあかんと言われてたんですね地域の防災にも出てけえへんとなんやねんなと子供の送り迎えばっかりしてるとこうまあ年上の とりわわけ男性かから <laughs> 言われてたんじゃないでしょうかこういうお母さんたちに防災が大事大事大事って100回言ってもあんまりやってくれないんですそうじゃなくてこういう人には子どもが大事なんですから子育ての文脈で防災をしてもらえばいい子どものこの地図を作ろうと思うと防災無線流してもらうためには菓子折りの一つも自治会に持っていかなあかんわけですねそれから避難所に2か所あることをお母さんが先に勉強してます。 ということでここれは大人の防災になってますこういうのを防災と言わないで結果防災してますから防災と言わない防災というふうに言いましたところこの頃よく使われてるようですで、えー、まあ防災プログラムを無理やり持ち込むのではなくてそこで普通にやってること本人たちに関心のあることをやりましょうそこにボランティアが関わればいいんだという、まあ、災害ボランティア防災ボランティアでしたでこれご機嫌さんでやってたんです。 えー、10年も15年もねやってきたんですけど、まあ、これはこれでいいんですけど今回北部地震と西日本豪雨災害にあってやっぱりちょっと基本をもう一回再認識せないかんと思いました、えー、大阪北部地震我々のキャンパスのある大阪府吹田市や高槻市がやられましたで我々はすぐ駆けつけたのは結局こういうとこですマンションマンションの高層階しかもちょっと古くなって安くなって だと言ったら語弊があるでしょうかの最上階などに一人住まいで高齢者がいらっしゃいます実際に駆けつけてみるとボランティアに頼まれることはこんなんありましたあの行ったんですね若いことで行って「おばあちゃんどうしたん?」って聞いたら「壁にかけてた絵が落ちたと2枚それかけてほしい」って言うんですね腰曲がったおばあちゃんいやそれはいいよ僕でもできますからそれやったらですぐやって「他に何かあるかな?」って言ったら「もうないねん」と。 い,いやそれね隣のおばちゃんでもできるでしょうという話ですねそれやったらあかんってことじゃないですよ我々が行ったために喜んでおられたのでよかったんだけど近所の人誰も来えへんのというのはちょっとやっぱり考えさせられますこここれはねあのソファー出てきてるでしょ、えー、このソファー発掘するのに、えー、半日かかりましたこれはねゴミ屋敷でしたもう本当にゴミの中に住んでおられてでここの娘さんから電話があったんです で行ってでこんだけのこれ大阪大学の学生と先生ですけど行ってみてこれどうしようというぐらい、まあ、幸い、ね、おばあちゃんもやる気全くないんですで片付けんねやったら片付けてもええでみたいな感じでいやいやいやこれは困ったもんやとで、えー、一生懸命やりだしたわけですねでそしたらだんだんソファーが出てきたみたいな感じです、まあ、ゴキブリの卵も出てきましたけど、まあ、いろんなもんがあって。 でだんだん片づいてきてここはリビングルームだったんだという手をつけてきたまあ幸いなのはこのおばあちゃんだんだんやる気が出てきてで、えー、こうやってやってくれて助かったと最後は「あの俺を言ってくださり「この缶コーヒー飲んで」とか言って渡してくださってこれいつの缶コーヒーやろうと思いながらそれは冗談ですけどまあそういう風な出会いがあったわけです。だからこういういもものってでで近所で日頃 まあ今回ねあの要援護者の名簿がどうこうということをよく言われるんだけど、まあ、それはそれでちゃんとやってもらうの困るっていうのはその通りなんだけどもっと基本のこと近所のお付き合いみたいなことが欠けてるなとだから我が町再発見して防,防災探検隊するのはいいんだけど結構こういう人忘れてるよねということでしたそして西日本豪雨災害もうさっきやりましたんで1枚だけこれ真備では51人中40名以上が あ51人も亡くなられたんですねで逃げへんかったというわけです40人以上が要支援者やったというデータもあるそうですこれちょっと僕伝聞ですごめんなさいなんで逃げへんかと言われるそして気象庁も2日も前からもう異例の会見をして逃げろ逃げろと言ってるのにって言われるけど違いますよこれ逃げれなかったんですそれが大事なポイントだと思います逃げれないですもちろん体が動かないで逃げれないいろいろあります ああるいいいいいいはこのおじいちゃんを置いて逃げれないいろいろあります近所が助けてくれたら逃げれたかもしれないというところが非常に胸の痛むところではないでしょうか。でこういう基本の木先ほどのような防災探検隊とか防災と言わない防災とかいろんなツールを開発してきてそれ自体は別にいいしいいんですけど基本の木ができてなかったんちゃうかなもっとボランティアができることあるんじゃないかというのが現状です。というわけでまあ 防災というふうに言いますと、まあ、第一の世代というのは多分専門家から学んで訓練すればいいと、まあ、こういうあの防災もあったけど阪神の後やっぱりみんな工夫してツールを開発しました今日申し訳なかったけどあのクロスロードとかねいろんなものが開発されてみんな頑張ってきましたでも一方で基本の気が抜けてることに今年の災害では気づかされました やっぱりイン,クルーシブインクルーシブというのは皆さん入ってもらってという意味ですけど包摂、まあ、的なとかいうふうに訳語を当てられるんでしょうかこういう視点をもう一度見直さないといけないなと思いましたのでちょっと最後に新しい社会に向けてどういう動きがあるかということをお伝えしたいと思っています。 で、もう一つが、まだ頑張らなあかん、私も頑張らないといかんと思っていることで。やったことを紹介するわけじゃない、これからやらないかんねんけど、一つは被災地のリレーです。これはどういうことかというと、やっぱり二十何年も。ボランティアの現場を見てますと、当然、その時には見えなかったことが見えてくるわけで。これはこういうことです。例えば、先ほどの塩田に。小千谷市ですね。えー、新潟の中越地震で、二千四年に被害を受けた小千谷市です。ここの方々が。 東日本大震災の後の後南相馬にに出しに行っておられま,す、えー、まあこれを一例だけ今挙げましたけど東北の方が熊本にに支援に行かれました今倉敷で見ていると熊本の方々を見かけることがあります。というふうに被災別に一人の人がじゃなくて被災地がと言った方が適切だと思います被災地がリレーしているような、まあ、図で言うとこんな感じですねいろいろリレーしていくんだと。 これががもっっと今つながってるわけけですけどでここでまあ今度は研究者でもあるのでいろいろ聞いてみるとですねまあこれは新潟の方が東北へ行った時もう泣いてはってインタビューにならへんっていう人もやはりいます。どっちが泣いてるかというと新潟の人ですよ自分も仮説でつらかったのにやっとなんかこう助けられるばっかりやったという思いがやっと返せた気分がしてそして泣いてはんでね。 というのもありますし、えー、ちょっと新潟めんたくそですけどずっと助けられるばっかでなんとかお返ししてえのと思ってたいやとこれでやっとねほら本当嬉しいんだよというふうにおっしゃってますやっと助けることができたとあるいはあのコーディネートする側の方々にとってみればこうしてここに東日本にお返しさせていただくことが私たち支援を受けた者の務めだと思いますとこのようにもおっしゃってます本当はお返しちゃいますよね 東北の人に助けてもらって東北に返してんのとちゃうからでも恩返しじゃなくてこれは恩送りの方ですこれは先輩からおごってもらったら先輩に返さないですよね後輩におごりますよねと同じことやと思えばそれまでなんですけどこういうことが連綿と続いていってますただこれが本当に広がるのかっていうことはちょっと研究者根性を出すとやっぱちょっと本当かなと思うしかし次の え災害を待ってるわけにいかない,い,いかんのでここはコンピューターシミュレーションとかを使っていろいろ実験的なこともやってみましたそして、まあ、今日これはもういいと思いますけどいろんな研究も取り出してやってみたところ、まあ、被災地のリレーというのは支援された人々が次の被災地を支援するという動きですけれどこのリレーはやっぱり広がるということが分かりました。ただあの まあ災害ユートピアという言葉もありますし「北条記」とかにも書いてますけどこういうこうなんていうかな興奮して相手を助けるっていうのはまあ一時期のことでそえにこう続くわけじゃないんですねだから簡潔的にっていうのはあの温泉の完結点みたいなやつで次の災害が起こればまた前の被災地から助けに行くけれどもそれがずっとやってるかと,いうとそうではないかもしれない。 でもその時にもう一回助けてもらったあの時の気持ちをっていう,こう盛り上がりがあるのは確かですだから災害ボランティアは被災地のリレーに参加するのも一つですし NPO ならそれを応援していくのもいいこう助け合える社会を広げていくのに被災地同士の助け合いっていうことにちょっと注目するのもいいかなと思っていますちょっとこれは希望が持てる方ですで次に防災の方ですこれは反省があったんでした で私もちょっと気になって阪神・淡路大震災から振り返ってみましたそうすると災害時の障害者の問題例えば高齢者もですけど障害者の問題はあまり解決されていないということに気づきます、えー、あの新聞社の方々によってはある新聞によってはこのことにすごい注目をというふうに記事を大きな記事を何度も載せていただいているのもあるのを承知してますでもなななか、えー、動かか動い 例えば孤立している障害者とのネットワークづくりは大きな課題と当時も言ってるし今も言ってる避難所のトイレの問題車椅子で入れないこんなこといつまで言うてんのみたいな感じですよねずっとまだ言ってるわけです移動の問題えどうやその避難の問題でもありますどうやって移動したらいいんだろうか障害によっていろいろ考えることは違うわけですから障害別の課題もあろうとしかしこれは結局問題に気づいた人 対応している人々の努力に依存しててそしてまた下手すると障害者は支援の対象としてしててててか考考ええななくて一緒ににる人になってないまあそこまで言うほど僕がやってきたわけじゃないのでこれはあの評論家チックで申し訳ないんですけどそういうふうにあのやっぱり記録的には思います。で知識や情報ではなくて何か経験として学ぶところがなかったんじゃないかな。また防災といって耐震化は おかげさまでいろいろやって学校とかねやっていただきましたけどじゃあ避難所になることを想定してバリアフリー化しただろうかとなってくるとなかなか課題は解決されたとは言えないでこれについて、えーまあ、文句を言って運動をこしてというよりもこれは例えば今度の水害のあった被災地でももうやってはります気づいた人が。 でその人たちの活動をどうか取り上げていただいて、地元の人たちがやってる、周りがそんな偉そうに手をかけるとかいうよりも、もう当事者と日頃からお付き合いのある人たちが頑張ってはります、その姿をぜひと思います。で、我々が仕掛けたのは一つです、あの兵庫県からあの委託を受けて、我々のチームが研究プロジェクトとして、この2年間やらせていただいているものがあります。兵庫県と岡山県の境目、兵庫県側に上郡町というのがあります。 でここは人口は1万6,000人ほどですけどそのうちの1,600人ぐらいの地区にちょっと焦点を当てて、えー、赤松地区っていうんですけどここでずっとあの取り組んできました15の自治会があるんですけどおもろいなと思うのは2つの自治会はもう集落は消滅してるんですないけど自治会はあるんです鎮守の,の神様守らない感じというところで自主防災組織が連合体になったりまあいろいろしてきたので で皆さんここのこと僕もあんまり知らなかったのでまず集落問診票みたいなの作ってこの自治会ではどんなことやってますかまあ年齢どういう方が住んでおられますかえ地域の行事としてはどんなんがありますかとかなどなどいろいろ聞いていく中でなるほどとこの地域はえ落ちない城と言われている白畑城というのがあるんですねでこの白畑城祭りというのをみんなでやってるということが分かってきてそれにも去年参加しましたなるほどと。 じゃあこの祭祭りりみんんななが行きたい祭りなんですねでもパッと見ると高齢の方障害の方来られてないのが去年分かりました11月23日で今年のついこの間11月23日には消防庁さんの支援もいただいてバス借りたりとか車椅子で入れるトイレを借りてきたりとかいろいろして高齢者の方々障害をお持ちの方々来たいかどうか尋ねてまいりました。この お祭り行きたいって言わはるんです行きたいけど私なんか行ってもちょっと邪魔になるかなとか、えー、ご迷惑かけるかなって言ってはるわけですねいやいやそんなことないよとでバス用意してますけどバスに乗りとは言わない、えー、どういう行き方で行くと行けますかとあ近所の何々さんに乗せてもらうという人もいますでなければバスもあるよと言えばバスに乗る自分で選択して移動手段を選択しで来られた時に今度はあのそういう方々に向けて高齢の方々に向けて婦人会 的なお母さんのグループがカレーの炊き出しをやるでカレーなんかをお配りしてそして高齢者の方々はトイレ行きたいと言われても車椅子に乗っておられたりつえついておられるからそれをご案内してトイレに連れていくなどやりましたでこの、えー、結局はですね各自治体から行きたくても行けなかった行く気になれなかった高齢者障害者に参加してもらうために呼びかけてこの白旗城まつりやりますと、えー、ついこの間の23日ちょっと写真がまだ あの見にくいかもしれませんが、お祭りの最前列、2列は高齢者で埋まりました、そして障害をお持ちの方も参加されました、皆さん、10年ぶりやとか、そういうこともおっしゃってて、えー、大変あの反応も良かったです、また準備したお母さんたちも、こんな何十人、何百人のカレー炊いたことないから、これは良かったというんで、これ、結局、えー、障害者、高齢者の防災避難訓練と、炊き出し訓練になっていると。 いうことですね今回はそういう消防庁さんとか兵庫県の、えーまあ、プロジェクトを入れましたけどこれをじゃあこの地域でどうやって自立してやっていくかという話し合いがこれから行われていきます。で今内閣府さんから地区防災計画を作れということになってますがここもやっぱりこの祭りを中核にした、えー、いろんな人に入ってもらえるものを作りたいと思っています。で結局インクルーシブ防災というののは国連の仙台 フレームワークでも言われていて我自身もあの障害者も参加されて作ったフレームワークですからいいんですけど、えー、やっぱりねやっぱりパターナリスティックになってしまいがちそうじゃなくて高齢者障害者をあるいは外国人子ども女性ペット飼ってる人そういう人を入ってもらえる防災をしようというよりもそういう人が主役になる。 防災をしてみようとこっちへ展開せないかんと思いますがそうなるとボランティア出番じゃないかなというふうに思っていますこういう方々と一緒に日頃からまあこの上郷なら上郷に通っていろんな方と関係を作ってくることでおばあちゃんも一緒に行かへんみたいな形から入っていく、えー、地域づくりですねやっていこうかなと思っていますで、えっと、さっきちょっと変なこと言いましたあの助かるっていう まああの今日研究のお話をする場じゃないなと思ったんですけど、まあ、今こういう事例を今日お話ししましたけど理論的な研究も進めてまして「あの助ける」っていう能動体「助けられる」っていう受動体じゃなくて「中動体」っていうのがあってそれは「助かる」っていうやつです。で、まあ、こういうのを言ってる哲学者がいて、まあ、それをちょっと読んでねあのやってる研究もあります助ける」から「助かる」社会へと「あなたがいて助かりました」という。 社会へ行ったらどうかまあこれは研究の話で最後のこれ最後です災害ボランティアの現状と課題を今日お話しさせていただきました救援のところではこれちょっと時間を取らせていただきましたが秩序化のドライブがちょっと石鹸しているように思うとだからそれに対して誘導化のドライブとのバランスを回復しなければならないと思いますしバランス回復にはやっぱり誘導化誘導化と言っていくしかないですね 臨機応変に対応するんだということを一生懸命言っていかないとあるいは草の根の団体でやるんだということを言っていく方向にちょっと舵を取らなないいいいと辛いかなとかううふうには思っていま,すまあ,あの間違いなくというのはあの災害ボランティアセンター全然アカウントそのなくすべきだというそういう議論ではなくて我々で初心者の方々や個人で行かれる方々にはいいと思いますしそれはそれで社会福祉協議会さんが一生懸命やっておられますからいいんですけどそれが 全てとかそれが正しいとかっていうムードは避けないと助かる人も助もっときめ細やかに助けていく一緒にやっていくっていう姿が消えてしまうんじゃないかとちょっと危惧している。復興に関しては地震前からの課題に取り組むとなるとやっぱり高齢化層この社会ですからそこへ取り組むにはやっぱり現地に長期滞在して人間関係を作っていかないといけないけどこれをどうやって応援するのかということ。 そして、出てくるものは、まあ、臨機応変としか言いようがないので、えー、それぞれの、まあ、我々もよく新潟日報さんとか岩手日報さんとか地元のメディアさんにあのお世話になってます事細かに報道いただいてみんなでそれを参考にし合うという状況を作っていただいてます、まあ、これあのお願いしたいところですそして防災はまあツールの活用ツールはツールで使っていきたいと思ってます。しかしか一方でで基本ですね 近所付き合いをどうやっていくかっていった時にもうこれはもう取り組むしかないわけでインクルーシブ防災という観点から地域にボランティアが入っていくという日頃からの関係が必要だということです。でまあ希望課題展望と、まあ、こうやって終わるのかなと思ったんですけど希望としては私としては被災地のリレーが進んでいくこと、まあ、これが一つの流れになるかなと思っています。そししししてて課題としてはインクルーシブ防災で今日申し上げましたけど まあ、高齢者者障害者が主役になる防災、まあ、これは多分できてから言うべきでまだこれを目標にしてますと言ってるだけの話ですからまだまだ途上です、まあ、こういったことに私も力を傾けていきたいなと思っています。で最後に「えー、助ける助けられる」あるいは「支援力受援力」という議論も結構ですけど、えー、災害ボランティアのあなたがいてくれたから助かったというような。 そういう社会にならないものかなということで、まあ理屈の面でも現場の面でも動ける範囲で、えー、これからもやっていきたいなと思っています。ちょうど1時間ぐらい経ちましたが、あのベラベラと喋りますのどうもあの聞き苦しいところをお許しください。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではちょっといろいろ質問タイムと行きたいんですけども、はい、あの非常に興味深く聞かせていただきました。あ,あの私も。 えー、ボラン取材を兼ねてボランティアにあの東日本の時は相馬市に行ったりとか気仙沼に行ったりとか、えー、写真の洗浄とかねいろいろやりましたそれで、えー、やはり災害ボランティアセンターをやっぱ利用してね、まあ、1人で行くもんですから行かざるを得ないんですけどもあのやっぱり早く行かないと。 仕事なくなっちゃうなみたいなところがありましてね。<laughs> ねそれであの、誘導化と、まあ、秩序化っていう話がありましたけれども。この秩序化が、まあ、熊本で顕著だったみたいです。ここまで進んでしまったのはな、な、はい、なんか背景というか、ある、なんですかね。まあ、背景というと、あの。うん 一つ取り上げてこれというものはないと思いますけど、社会全体の不調として失敗を許さないとかですね、うん、そういうのがありました、うんえー、ただ、直接の背景としては、やっぱり、あのー、マニュアルを作ったことも一つあるんじゃないでしょうか、うんあのー、別に秩序化のドライブのマニュアルを作ったわけじゃないですけど、うん、<laughs> みんな良かれと思って作ってるんですけど。 まあボランティアに行く時にはこういうものを持っていこうこういうことをやろうこういうことを確認しようっていうことをまあよかれと思って書いてくださってるんだろうと思いますけれどしかしそれにとらわれてしまって。 とといいうののが直接の背景だったと思います、うんうん、新聞なんかでもねボランティアの呼びかけとかを載せるときにこんな格好していこうとかですね <laughs> 必ず書くんですよねでボランティアセンターに迷惑をかけないようにとかなんかはい、はい、そんなことも書いたりするんですけども僕もう本当にず,ずっといやそうしなきゃいけないんだなとずっと思ってきたわけですけど今日ちょっとあの目から鱗ろっていうかもっといい加減でもいい,い,いんじゃないかと <laughs> <laughs> いい加減って言っちゃいけないんですけどもそういうことを であの本当に目の届かないところにも目が届く可能性があるんだなと発信いやいやこんなことしてほしいって言いたくても言えない人たちっていうのがたくさんいて、うん、でそ,そこにもなんかブラッといくことでそうになんか目が入るっていうことですよね、はい、あのおっしゃる通りだと思いますが我々が多様な社会をやっぱ良いものと思っていますよねでこの秩序化の方は多様ではない社会に向いてしまってると思うんですけど、うんうん まあ多様な方々がまあそまあ姿格好も多様な形で多様な視線を注ぐということによってまあ多様な方々との関係ができてくるというまあ当然といえば当然のこのことを見逃してしまうといけないんだなというのは痛感するところですね、うんうん。はい。はい。ありがとうございました。それで皆さんの方からご質問あったらどうぞ遠慮なく。うん、はい。横にあのマイクがありますんで。 どうでしょうか、うん、出てきて質問いはいじゃあどう小崎と申しますがます個人会員っていうんですかねもう、はい、あの新聞社を辞めてから20年近く経って現役の時はですねあのやっぱり、えーえー、と阪神大震災、はい、取材に行ったことあるんですよね、はい、それからまああの会社辞めてからも あ,あちこち <laughs> 中、中越沖地震でしたっけ、はい、とか、はい、あるいはまあ東日本も、これはもう、です、ね、今非常にね、ボランティアのまあ基本的なことについてね、なんか特にまあメディアっていうんですかね、うん、あの第三者は勘違いしてた部分がかなりあったんじゃないかなってことが、僕、気づいたんですよね。で まあいろんな聞きたいこといっぱいあるんですけどね、一つだけ <laughs>、僕はその東日本じゃなかった、阪神大震災の前後、ちょっと前ぐらいからやっぱり地域ボランティアみたいなのを関心持ってたんですけど、その頃ですね、当時、一番、僕自身が一番関心持ってたのは、当時、有償ボランティアか無償ボランティアかってボランティア論争っていうのがあったんですよね。 そしたらああ NPO やってる人からもうそ,そんな話はね、とっくに克服されてるんだというふうなことを言われて、うん、あそうかと思って忘れてたんですけどね。やっぱりね、これだけの活動をやるにはお金が必要なんですよね。でいろんな形で、まあ、私も公益法人にいくつか関わってるんで、はい、そのお金。 これれがななけけけば動けないわけですよね,そ,すよねそのね、そのところは、はい、あの先生の活動の中でね、はいはい、<laughs> そういう資金のことを <laughs> ちょっとあのお聞きしたいんですけどもありがとうございますあの大事な点を今日あのお話できずにおったところをご質問いただきましてありがとうございます NPO の方で動いているときっていうのは、えー、結局はほとんどはご寄付ですで団体の,あの運営自体は えと会員になっていただいた方々からの会費、そして会員にまでなってくださる方ですから、まあ、折に触れてのご寄付をいただいています、それから西宮市内であの活動、防災活動なんかをやらせていただくときには、西宮市からの委託を受けてという場合もございます。 それからのいわゆるバザーみたいなやつであのカレンダー市っていうのをやってるんですけどあの1月にもうカレンダーいらなくなりますよね1月になるとああのもう新しいカレンダー貼ってちょっと余ってるカレンダーこれを全国各地から送っていただいておりましてこれを100円で売ると、まあ、我々の作業は丸め天皇のを伸ばして日本の風景世界の風景動物とかやって分けてそして一つ基本的には100円で。 売らせていただ阪神タイガースだけ500円ぐらいにしてお、まあ、りまして <laughs> そして地元でやりますと、えー、だいたい100万円超えるんですねでそういうあの皆様に買っていただいたお金なんかがこう資金になってでそん中からなけなしの50万円を積み立てておいて災害救援の資金としますそして災害が起こると今度は募金活動をやらせていただいてこれは別会計でやらせていただきますでもこれはもう災害だからも報道をいただく もうひょっとしたら面積によって紙面の面積によって違うのかもしれませんっていうぐらいえその注目のされ方によって集まるあの入れていただく金額は違いますまあ,あの我々のような弱小な団体でも東日本大震災ですと何千万の規模でのご寄付をいただきますでそれを託された身として10年間でどうやってやっていこうかなんていうプランになりました。東日本西日本豪雨水害だと これについてはえっ、ー、と二百五十万ぐらいの中で動くということになってきます。で北部地震についてはもう地元のことなのでここはもう募金をあの募らずにもう皆さん募金してくださる方も被災者という場合がありますからもうこれはあの我々のその五十万円の、えー、の方で動いています。というふうに、えー、あんで北海道はまあ、ことに申し訳ないです、えー、集まったお金四万円っいう北海道にも行けない。 そういう感じですね。だから、あの関心の高まり、我々の呼びかけ方もあの下手くそなんでしょうけど、ご関心を持っていただける時には多いということで、それをどのように使わせていただくか、あの真剣に考えています。で、また、あのえっ、ー、と募金に関しては2つ課題があって、1つはやっぱお礼がね言えないんですよね。あの、郵便で振り込んでいただいた方々には？ あのお礼状出しますそれから、えっと、募金で入れ,て方入れてくださった方々にはその場で申し上げますけれど、銀行振り込みは名前しかない、ここで銀行の文句でもしょうがないけど、絶対教えてくれないので、これがお礼の言いようがない、そこで開放とかホームページとかそういうところで言ってます、それが一つです、それから寄付ご寄付をいただいたときに20、20%管理費にということをあの明言させていただいてますで、むしろそれを大きく書いてやらせてもらってます。 まあそれに対して文句をおっしゃる方はまあいらっしゃらないというかそういう方は募金されないかもしれませんのでえ今まであんまりないんですけどまあこういうやり方大体でやってるわけですね20。20%は大体にはしませんけど20はきっちりですけどなぜ20かっていうところやその辺のえまあ大体皆さんそれぐらいやからみたいになっててなかなかどう考えていいのかえ難しい面がございます。 そういうあの、ある災害でいただいたご寄付は別の災害には絶対使わないので、なかなか難しい問題があって、できる活動がありますね。すえす、ー、災害救援に関してはですね、災害を起,き起きるために、金額をして、それで回していくという,、まあ、うシステムです,ですね。 はい、日頃の管理費に当たる部分は先ほど申し上げた会費,会費だとかご寄付いただいた別途あの管理費にって言うとご寄付いただいた場合とかそれでやってますからそれで委託かなだからなかなかですね。はいはい、うん はい、あのやっぱありますというか我々活動を続けておりますとやっぱり見ていただくところもありましてあの近畿浪金さんがあの預金者からの何パーセントかをあの預金者が指定するんですどういう活動がいいかっていうその指定する先に私たちも入れていただいてたりとかの <laughs> 他にもいろんな例えば災害救援に行く時でもフェリシモさんが。 えー、いろいろ荷物を持たせてくださったりとか地元のお菓子屋さんが西の宮のお菓子をご寄付くださったりまあいろいろありますでいわゆるお金大きなお金の寄付文化というのはきっと育ってるでしょうしあるんでしょうけどなかなか我々のところまで対象にはなっていないですしむしろ私たちが団体としてあ,のありがたいなと思うのはそういうあでもそれあったらありがたいですけどなかなかないんですがむしろ子どもたちが持ってきてくれるご寄付だとか。 それから街頭募金してるとこんな人もいましたあの白い封筒パッて入れるので高校生その何って聞いたらあのバイト代なんですよねその月の。っていうようなことに何ていうか感じるところがありましてなかなかその資金という意味でのご寄付を集めて回るところも下手くそですしなかなかうまくできてないのが現状というのが正直なところです。ありがとうございまますその集まった寄付を配るとき ご寄付をいただいたものは例えばあの東北の時は大きくありましたので、えー、と現地事務所っていうのをあのプレハブですね、うん、それを買う資金に充てて、うん、でそこで泊まったら、うん、あの食べるものとかいろいろいりますよねでそういうものにだからボランティアさんを支援するお金ですので NPO でいただいた ご寄付の8割はボランティアさんが、まあ、できるだけ安いお金でバスに乗っていただあの自己負担もしてもらうんですでしかし、まあ、あのできるだけ安く行けるようにとか行ってからの先ほど装備の問題ありましたけどあ,のああいう全部流されたところではすごいものが飛んできますので例えば。 首を守るものとかも必要でした。うん、あのゴーグルだけじゃなくて、そういったものも買ったりとか、まああのボランティア活動するにあたって支援するお金として使っています。うんうん、はい。他に質問はいかがでしょうか。はい、どうぞ。あ、なるほど。え、共同通信の諏訪と申します。うん、えっと今年がまああのボランティア法 NPO 法施行20年ということなんですけれども、阪神大震災を契機に議論が始まったと記憶しているんですが、この法律ができて、ですねやはり皆さんがやっているボランティア活動、特に NPO 通じてのボランティア活動というのは、大きく変わってきたものがあったのかどうか、それからこういったあの法的枠組みも含めて、もう少しこういった部分の、 NPO ボランティア方に対する支援の枠組みがあればですね、あの先ほどの寄付文化も一緒そうなんですが、もう少し社会がですね、あのボランティアに支援できるような仕組みになるんじゃないかというご提言があればお願いいたします。ありがとうございます。これも大切な点でした。あのはい、NPO 法ができて、えー、我々の活動もちょっと変わ,変わったというか、えー、そういう面はあります。まあ、NPO 法ができたときに我々あのちょっと と半分はふざけて半分は本気で兵庫県に一番に申請に行きましたで。というのはふざけてっていうのは1号の認証を受けたらそんなとこ潰さへんやろうというまあそれは全くふざけですけどえまあこういうものに制度を作っていただくならそれはなってみようということですね。しかしどっかでこの制度に縛られたくもないとも思ってたのも事実です。で NPO 法によって変化した部分っていうのは あの分かりつつもなかなか注力できなかった例えば会計的な面要するに自分たちを他の方々に見ていただく時の手続きこれについては本当に真剣にやるようになりましたそれはそうでご寄付をいただいてやってるんだから当たり前なんですけどやっぱり活動の方が災害が起こると華やかになってそっちばっかりってなってしまいがちだったんですけどそこはきちんとやるようになりましたで認定特定非営利活動法人も取りましたので えーまあ、ご寄付をいただいたときの税金の控除あのご寄付、寄付者側の控除ですね、それもしていただけるようになりました、あのこういう面は非常に助かっていると思いますが、ただ実感を持ってちょっと言えない部分は、そうなったからって大量のご寄付をいただくわけでもないんですね。だかからその税金が助かるっていう ぐらいたくさん税金を払っておられる方々に対してこういうちょっと草の根っぽい NPO の動きがどのように伝えられるのかなとまだ我々も考えあぐねておりましてえなかなか NPO 法でうまくいったとまでは実感を持っては言えないですただ恥ずかしくないようにはできるようになってきたというのは確かだと思いますお答えになっっているかかかどうかちょっと分かりませんが よろしですか、はいでほかにご質問いかがでしょうか大丈夫ですか、ね、いいですすかかねいいそれではあのーうん、最後にですね先生のこの短歌を短歌,短歌風の文字になってますけど「悲しみの果てることの悲しみが巡り来たりて1.17」と。 先ほど控え室で書いていただきました、はい、この心をちょっと<笑><笑>え私も阪神・淡路大震災にあいまして学生さん38人も亡くしお迎えの方もえ亡くなっていかれましたであの時にやっぱりどう感じたかと振り返るともう何とも言えない悲しみでしたそしてこういう活動に携わらせていただいて研究もそれなりに進めさせていただく中でやっぱり1.17が近づいてくるとちゃんとやってたかと自分に問いかける あのことを続けてきて20次が24年ですまあ、あんまりちゃんとできてないなという反省ばかりの24年でもあるんですけどでもその中であの時に感じた悲しみっていうのはだんだん薄くなっていくような気がしてならないですそれが一番悲しいことだなと感じるというのをあのちょっと下手くそですけど読ませていただいたという、えー、そういうものです ありがとうございました。じゃ先生本日は大変にお忙しいりです。なんか本当にありがとうございました。どうもお世話にました。はい、ありがとうございました。記者クラブから記念品を渡したいと思います。どうもありがとうございました。<laughs> どうもありがとうございました。